ここでは中央値メジアンの要点について一緒に見ていきます今回一番大切なことは中央値っていうのはデータを小さい順に並べて奇数ならど真ん中の数そして偶数なら真ん中2つの平均の数を言うということですこれについてね中央値メジアンとはそして平均値で良くないかの順でねそれぞれ詳しく確認していきましょうでは行きましょうまずは中央値メジアンとはからですね 中央値っていうのは代表値のの一つのことです代表値っていうのはデータ全体の特徴を表すことができるそんな値のことやったんですね平均とかも代表値の一つでしたで平均っていうのはねデータの合計割る個数で求めることができたんですが中央値っていうのはデータの値を大大きささ順順にに並並べべまますす、まあ、抵も小さい順に並べますその時に中央に来る値のことを中央値っていうんですね別名メジアンとも言います 例えばここにね9個のデータ734754625っていうのがあるとします。これの中央値を求めてみましょうというとまずは大きさ順に並べるんですねまあ大抵小さい順に並べます。そしたらこれの中央にある値ですので5ということになるんですね。ですから中央値は5と分かるとこのように判断するんですね。 やっぱり僕らにとって大切なのはこの中央っていうのをね正確に見極めることですよね9個の場合は4個と4個が両端にあるんでねど真ん中ここ5番目っていうのが中央っていうのがわかりますただねデータの数が偶数の時がちょっとややこしいんですね偶数の場合は真ん中2つの平均値それを中央値とします これ何言ってるかっていうと例えば5個やったら両端に2個あるんでこのど真ん中っていうのは3番目っていうのが分かりますでも偶数やったらどうなるでしょうか例えば6個で考えてみましょう6個の場合ですねうまいこと三 3, 3で分かれてど真ん中の数って何ってなるんですねなくなっちゃうんですね そこでどうするかっていうとこの分かれたね右端と左足この2つを真ん中2つと見なしてこの2つの平均値をとるっていうことをやるんですね。それを中央値としようよううっていルルールがありますですからね具体例考えてみましょう。10個のデータ 7, 3, 4, 7, 5, 4, 6, 2, 5, これの中央値目アンを考えてみましょう。 まず、やることは、やっぱり大きさ順に並べることです。大抵は小さい順に並べますね。そうすれば、一、二、三四、四、五、五、六、七、七となりますよね。で今回はですね、十個のデータということで、偶数ですので、これ、二つのグループにきっちり分けることができるんですね。十割り二で、五個ずつのデータに分けることができます。 つまり前半5個と後半5個ですね。でこの前半の右端と後半の左端、これを真ん中2つというふうに見なすんでしたね。でこの真ん中2つの平均値、それが中央値となります。ですから足して2で割ればいいですね。4たす5割る2で4.5、これが中央値になります。このようにですね、中央値っていうのは奇数の時と偶数の時でね、若干求め方が変わるんですね。奇数の時はそのままど真ん中を中央値にすればよかったです。 で奇数のど真ん中を調べるためのポイントは、数引く一割二をするんですね。これ、何言ってるかというと、九個のデータの場合、九引く一割二をするんです。そうしたら、九引く一割二って四ですよね。これ、何言ってるかというと、両端四個ずつ取ってくださいと。そしたら、ど真ん中が勝手に見えてきます、ということなんですね。つまり、ど真ん中の数を一つ除いて、引く一して二で割ると、何個ずつ両端から取ればいいかわかるよ。それが見えてくるよ、っていう、この式です。 ここのデータの場合は5-1、ど真ん中の数を排除するんですね。そして2で割れば2と出てくるんですが、それが両端から2個ずつ取ってくださいねっていう意味です。この式でね両端から何個ずつ取ればいいかっていうのがわかるんで、ど真ん中が見えやすくなるんですね。で、偶数の場合はですね、もうきれいに割ることができます。きれいに割ることができるんでね、2つのグループに分けて、そして右端と左端で平均を取るんでしたね。それが中央値となります。 では次にですね平均値で良くないかっていうのも見ておきましょう、ね、わざわざ中央値なんか求めなくても平均値があるんやからそれで良くないっていうことですただ実は平均値って弱点があるんですねそれは何かっていうと外れ値に弱いことですで外れ値って何かっていうと他と比べてかけ離れた値のことを外れ値っていうんですねちょっと具体例考えてみましょう2つの村 A の村と B の村があるとします でどちらの村がお金に余裕がある人が多いかちょっと判断してみてください A の村っていうのは村人が10人いますで平均貯蓄は200万円やとしましょう B の村っていうのは村人が10人います平均貯蓄は500万円やとしましょうさてどっちの村がねお金に余裕がある人が多いでしょうというと答えはね実はこれだけでは全然わからないっていうんですね平均がこっちの方が高いんやけどそんなことじゃわからないよと。 例えばですね具体的なデータがじゃあ A 村と B 村でねこのようやったとしましょう A 村の10人っていうのは100万円100万円100万円,100万円200万円200万円200万円,200万円300万300万,300万400万こんな10人やったとしましょうで B 村の10人っていうのは9人がもう1,000もね貯金がなくて最後の1人だけ5,000万円貯金しているとしましょう さて、A 村の平均はどうなるでしょうっていうとこれ合計したら2,000万円になるんですねですから2,000万円割る10人で平均貯蓄額200万円と出てますで B 村の平均はどうなるでしょうっていうとこれ合計したらね一目瞭然で5,000万円でわ分かりますねそれを10人で割ってるんで平均貯蓄額が500万円と出てます で平均は確かにね A が200万で B が500万やから500万の方が多いんですがこの具体的なデータを見た時にね果たして B 村の方がお金に余裕がある人が多いって言えるでしょうかっていうと全然言えないですよね実際1人は5000万持ってるけど他の9人は貯蓄0円でギリギリの生活をしてると。 でも反面 A っていうのはは全員貯蓄が何百万かはあるんですね。ですからこれを見たらやっぱりね A 村の方がお金に余裕がある人が多いっていう判定できますよねですから平均だけ見てもわからないんですそしてそこで中央値が役立つんですね中央値っていうのはデータを小さい順に並べた時のど真ん中の値です今回ね村人が10人10人と偶数ですので真ん中2つの平均を取ることになりますね A 村で言うと中央値二百万足す二百万割る二で中央値は二百万円とわかります。B 村で言うと中央値ゼロ万足すゼロ万割る二でゼロ万とわかります。ですからねそのデータも一緒に考えるとちょっと見え方が変わりますよね。A 村っていうのは十人寄って平均二百万で中央値も二百万だと。B 村っていうのは十人寄って平均五百万だけど中央値はゼロ万だと。 ということは A 村っていうのはまんべんなくみんなちょこちょこお金持ってるんかなとで B 村っていうのはあんまりみんなお金持ってへんけども1人だけすごい額持ってるんじゃないかなとちょっと想像つきますもんねで実際にその通りやったんですねですからこのようにね外れ値外れ値がある場合は平均値よりもね中央値の方が代表値として適切と言えるんですねグループ全体の特徴を表すことがうまいことできてるのは中央値の方でした ですからねこのように中央値の方が役立つ場面もあるんで平均値だけじゃなくて中央値とかね他の代表値も知っておこうということなんですね。はいということでここでは中央値メジアンの予定について見ていきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねではこの後は例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。